ショウザルです。よろしくお願いします。早速ですが、はい、何やるの？今日はですね、はい、最近ですね、まあ、ここ最近というのももう結構前から、はい、丸メガネ流行ってますよね。まあそうやね、数年前から流行ってるね。はい、これですね、もう街を見れば丸メガネです、うん、やっぱり結構人気があるんですけれども、はい、はい、その中で実は今一番かっこいいのは細身のメガネなんじゃないかと。おー、スタイリッシュなね。スタイリッシュなこうレンズの細いですね、シュッとしたメガネが実は今一番かっこいいんじゃないかと僕は思ってまして、あのモンキーリップですね、昔からそういう細いメガネも結構得意としてきましたんで、はい、はい、今日はですねその中から3本ご紹介したいと思います。ということで1本目こちら、陸道の C4 番。まあもうレンズのこう天地幅の狭さはですね、今ご説明した通りなんですが、フロント、両サイド見てください、これ。はい、このエッジの効いたですね、この切り込み。これがですね、インパクト抜群ですね。アクセントになって非常にかっこいい一本ですね。ちなみにテンプルもですね、見ていただくとですね、はい、この付け根の部分、こちらも含め、シュッとしてかなりおしゃれな一本ですね。ああ、スタイリッシュやね。そうですよね。もともと天地幅が、ね、狭いから、すっきりとはしてるんだけど、はい、そういうカットとかね、エッジを効かせたデザインでね、よりキリッとした感じがして、スタイリッシュな一本になってるかなと思うね。できる男感出ますよね、やっぱり。もう欠けてる人は別としてね。はい、もうこれは、うん、これは別として、別として、はい、ここだけ見ればできる男感ですよ。はい。はい。これがですね、この天地幅の狭いですね、メガネの武器なんで、皆さんぜひこういうのかけましょう。2本目、こちらです。バイデンの C4 番、ゴールドですね。もうこちらですね、見ていただくとですね、細身のメタルフレーム、もうめちゃくちゃ細いんですけれども、ブリッジ、こちらダブルブリッジですね。2本ここに線があるのが分かっていただけると思うんですが、ここがですねアクセントとなって、あとですねフレームの両サイドですね、レンズのサイド、はい、ここもカットが入ってですね、ちょっとそこだけフレームがないっていうのもですね、ワンポイントおしゃれかなと思います。あー、はい、いいねでしょ、めっちゃスタイリッシュ、はい、こんなやつがこう現れたらできるやつ来たと思うでしょ。そうだね、そのメガネでスーツとか着てる、ね、ああそうですよね、スマートな感じ、はい、かっこいいね。この本体を置いといてね、本日最後にご紹介するのはですね、僕のおすすめフレームです。こちら斬鉄の、カラー4番。おお、これ見てください、このギザギザ感、フロントからですねテンプルに至るまでですね、とにかくエッジの効いたですね、尖った一本となっております。本当に全体的に尖った一本、これ実はもうラスト一本ということでですね、ちょっと通販は載ってないんですけれども、店頭にはラスト一本ありますので、このギザギザ感めちゃくちゃかっこいいんで、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。あー、天地幅も狭いけど、ただ横幅がね、はい、しっかりゆとり持ってるから、はい、さっきのバイデンとはまた違うメタルのね印象で、こっちはこっちでスタイリッシュやね。いやー、これかなりスタイリッシュですよね。でもさっきと違うのはすごい攻撃的なスタイリッシュ。ちょっと名刺出されたらこれできるやつ来たってなるこいつできるやんってなるタイプです、これ。ちょっとできるの意味がよくわからんけどこれそういうタイプです、はい。これもですね、見ていただいて分かる通りですね、めちゃくちゃできるやつに見えます。なので、皆様こちらもよろしくお願いします。斬鉄ですね。本日ご紹介させていただいたフレームの詳細は概要欄のチェックください。それではですね、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではさよなら。